皆さんこんにちは。大型新人仮想 YouTuber の木戸リッキーです。本日はですね、昼飯を買いに今12時前ぐらいなんですけど、市場に来てます。映してるかな。まだ、市場の入りたてなんですけど、市場でホーカーっていうんですかね、美味しいチキンがあるんで、それおかず買って、部屋にご飯があるんで、それと食べていきたいと思います。ここですね、映ってるかな、こんな感じです。すごい人がいてね、活気立ってるんですよ。ですね、いっぱい店あるんですけど、どこが美味しいって聞いてたんですけど、あ、ここ美味しいチキンライス、ご飯もついてるんですけど、ここがシンガポールの中で1位2位になるチキンライス屋さんです。ここやってないですね。なんでおかずだけ買いたいと思います。ここです、並んでます。ここで買いたいと思います。テイクアウト1ノーライス3ドル、4ドル、5ドル、いや、ありがとう。オッケー、リクシャ。いやー。Thank you. Please. Yes. Thank you. One second. I've been here. Yes. 知らんわ。いやー、いい店員さんね。優しい。Thank you. Bye bye. はい、買いました、無事。全然英語単語とか Thank you とかしか言ってないんですけど、もう向こうの人が察してくれて、理解してくれてやってくれるんで、すごいありがたいんですけど、やっぱ英語は上達しないといけないなっていうのを感じますね。はい。まあなんとかなるんですけど、コミュニケーションは。ただ英語を学びたいんで、しっかりと。ここがスーパーです。野菜も入ってたから、今日はとりあえず昼飯行こうかな。部屋に戻ります。はい、戻ってきました。今日の昼飯です。ご飯とホーカーで買ったこうチキンですね。チキン、ちょっと野菜も入れてくれて、で味噌汁で、野菜がちょっと足りないと思ったんで、キムチも買いました。で、まあ最後におやつでバナナ、ラスト1本冷蔵庫にあったんで、バナナにして食べていきたいと思います。はい、食べていきたいと思います。まずはご飯とチキンいきます。いただきます。デリシャススマイルって感じですね。いや、マジでうまい。ささみみたいな。ご飯めっちゃ進みます。最高。じゃあこれから食べていきたいと思います。ちょっとご飯ネチャネチャしてるな。野菜です。もう一個食べていきたいと思います。これ4ドルだったじゃないですか。日本円で1ドル80円なんですよ。だから320円でほぼ昼飯が、ご飯はもらえるんですよ。ただね、炊けばいいんで無料なんで、まあ、キムチちょっと買いますけど、ほぼ320円、500円以内ですね、絶対。
豪華様々です。昼飯は結構頼りにしてます。野菜もついて、うん、ただ豪華だけだと野菜が足りないんで、栄養素的に何かをつけないといけないっていうのがあるんで、けど安いんですごい助かってます。食べ終わりました。美味しかったんですけどね、このソース紹介するの忘れたんですけど、めっちゃ辛いです。これ半端じゃないです。もうなんだろうな、タコスじゃない、あのタバスコの何百倍ぐらい辛いです。これエグいです。これこんな量なんですけど、似てますけど、タバスコに似てます。いやめちゃくちゃ美味しかったです。これでご飯もなくなったし、でこの箸紹介するの忘れたんですけど、これはキララっていう僕が通ってた美容師の方からもらったキララ箸を渡すことによって、箸渡しっていう縁起がいいものらしいですね。箸を人にあげるっていうのは。そうです、美味しかったです。食べるだけラスがねすごいんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、はい、最高の昼飯でした。この動画がいいねと思った人はグッドボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、さよなら。